皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンクエストをやっていきましょう。現在のベースキャンプポニータ率が高いんですけど、なんかね、3匹近づいたり離れたりしてるポニータとロコンとピカチュウがめちゃくちゃ可愛いです。たまにね、3匹タワーになったりもしてくれるんだけど、他にもいろいろ動きがあるのか楽しみです。現在は島の3、ジグザグ川の3の4まで来ました。ここね、1800が目安の強さなんですけど、若干足りないんだよね。ダイス、いけるのか行ってみます。私の強さ1797、3足りません。ポニータとピカチュウとワンリキ、回し蹴りと地獄ブルマが結構強いので、これ使って攻撃していきます。シェルダーとヤドラン、なんかヤドランすごい見てる。10万ボルトいけるかな。どうしようどうしよう、地獄車もうちょいもうちょいもうちょい、あ、このままいけるね。回し蹴りいけ、あ、なんか足りなかったちょっと足りない。これでウェーブ1が OK。なんかジグザグ川って川ってこともあって、すごいね、水系が出てくるんですけど、これベースキャンプにもシェルダー出てきてくれるのかな。出てきてくれたら進化させてパルシンにしたい。新たなポケモンが現れた、ヤドン。さっきヤドラン出てきてたけど、ヤドンの方が後で出てくるんだね。どうしよう、地獄来るまでいいかな。頑張れ、飛び跳ねる。これポニータの飛び跳ねるが強い。アタックがね、一番レベルも高いし、 HP も高いし、アタックも高いし、今あの一番使ってる子なんですけど、なんだけどタイプ別で見ると、あの炎タイプばっかりいるんだよね。パルシェンじゃん、パルシェン。でかくない、でかい、角がちゃんと出てる、めっちゃでかいよ。シェルダーがちっちゃいだけ。頑張って、どうしようどうしようどうしよう、一回離れた方がいいかな。離れる、みんな離れる。ワンリキ倒れちゃったし、飛び跳ねろ。いない、まだか、まだだ。はい、いけてる。待って、ポニータしかいないじゃん。ピカチュウいつ倒れた、今。飛ばされる、ダメ、ちょ、戻れじゃない、逃げろ。あ、来た、みんな来た。回し蹴りだ、10万ボルトだ、たたみかけるんだ、飛び跳ねる。めちゃくちゃ硬くない、パルシン。そう、このゲームね、ポケモンが敵に寄ってってくれるんですけど、離れるっていうのもできるから、離れるを使いながら、これで回避なんだよね。回避してみんなワンリキがやばい、もう少しで HP がなくなる。もう刺激しといて、はぁ、終わっちゃった。もうちょい、あ、いけた。ワンリキごめんね、モンスターボールに戻っちゃった。いや、けどクリアできましたね。よかった。いやー、レベルというか、強さが足りなくてもいけるはいけるね。タフネスストーン、今なんか100超えしてた気がするんで、組もうかな。ベースキャンプ、スープが出来上がりました。これスープかどうかまだ分かんないんだけどね、ジュースかな。適当にあの色のやつを入れてみたんだけど、あ、すごい、ホワイトカクコログラタン、灰色っぽいポケモンの好物、美味しそう。グラタンできました。青色のジュースとかびっくりしたんだけど、これは美味しそうだね。待って、灰色じゃないの来てない、これこれ灰色違くないちょっとたまたま顔怖いな。あの、たまたまは灰色なのでしょうか。まあいいか。あ、でも初めての草タイプ。あ、草が来てくれたのは嬉しいんだけど、灰色かどうかっていうとちょっと謎だね。
でまだ全然レシピ溜まってないんで、いろいろ入れたりとかして変えてるんですけど、なかなかだよね。カクコロスープっていう、これは一番最初に作って、どれでも材料入れるとできるんですけど、これがブルーでしょ、イエローがカクコロカレーで、ホワイトはカクコログラタンなんだね。じゃあジュースって青だけなんだ。これ入れながらやってきます。必要個数っていうのが鍋の上にあって、その分だけ一枠で使っちゃうんで、でっかいやつ1回だけだね。あ、まあしょうがない。これ入れ替え、ああ違うとこ行っちゃった。もう一回このなんか灰色だけで作ってみます。よし、はい、チーム構成をたまたまを変えて3体にしました。ボス2300、高くない？いけるの？かなり差あるよ。でね、光合成がみんな多分つくので、威力上がってる。ヤドリギの種と光合成を一番最初からたまたま持っててくれたんで、ヤドリギの種でこう HP だよね、 HP を削りながらもらいながら進んでみたいと思います。初めて使うんだけど、光合成にはあのみんなにこう威力が渡るようにストーンをつけてきてるんで、これなんかね共通でこういけるんだよね。とりあえず光合成してからなんかしよう。 OK、 飛び跳ねる。もういいかも。たまたま強い、攻防性が強いのかな。なんか同じポケモンでも技が違ったりするのか、まだ同じのあんまり出てきてなくてわかんないんですけど、どうなんだろう。おー、あやんま、近強くないかい。攻防性よし、いけるね。まだいる。100万ボルトじゃない、100万ボルトも出てない、10万ボルト。で、ヤドリギの種、あ、いい感じ。種いいね、跳ねろ。もうちょい。よし、オッケー。なんかあの噂によると色違いのポケモンもいるらしいんで、私も色違い欲しいです。光合成してから、ヤドリギの種はあのニョロボンにつけたい。いやー、びっくりした。違う方行ってる。そこ、ここに乗ってくれればいいのに。こっち。あ、なくなっちゃった、ヤドリギの種。もう一回、みんな離れて。こっち倒れちゃったから離れて。光合成する。飛び跳ねさせる。はい。で、離れる。この辺。みんな離れて。危ない。ポニーだ、やばい。ヤドリギ。そうだ。取るんだ。もう一回離れよう。あれ怖い。10万ボルト、光合成しよう。ヤドリギの種合成ない。もう一回離れて。危ない。ポニーだ、帰ってきた。よかった。ヤドリギする。あれ、こっち来なくない？あ、来てる。もうちょっと前にニョロボンが来てくれたら取れたのに、ピカチュウが倒れちゃってる。やばいよ、ポニータもやばいよ。こっち行かないで、ポニータやばいって。あー、倒れてる。待って、たまたまだけじゃん。ちょっと、ここでして戻って、そう、ヤドリギしよう。ヤドリギ、よし。あ、ピカチュウ戻ってきた。うわ、これたまたま強い。ヤドリギの種強いよ。いいじゃない。あ、私とこれずっとたまたま使ってナッシーにしたい。だって一番レベル低いんですよ。強っ。これタイプとかもあるんだと思うんですけど、ヤドリギの種極めたいね。待って、ドードーの石像が出てきた。流星の石像発見しました。おめでとう。15レベルまでいけるんだね。新たな石像を発見した。これで3つ目だ。これは流星の石像とあります。
石像には堂々の姿が彫られている。まるで堂々の激しい運動量が開拓の成功と映画へつながると信じているようだ。いや、新しい石像でレベル15までだから15ぐらいまで上げた方が良かったのかな。どうやらこの辺りは探索し終わったようです。次のエリアへのルートを探知します。探知終了まで時間がかかるので他のことを調べておきます。流星って勢いが盛んなことって意味だね。伝説の間についてデータベースを検索しました。それは何者も立ち入ったことのない島の山翼に位置すると伝えられています。え、なになに、壊れた、モビー壊れた、また。ここの島来た時に一回壊れてんだよね。え、まさか治ってなかったとかそういうお家。あれ、石像は伝説の間につながるキーになる。島に眠る多くの石像を集めて伝説のままでたどり着くのだ。あれ、話し方が変わった。またぶっ壊れてるじゃん。なんかあれかな、違う何かからの通信。え、今壊れてたよね。おお、出た4の1。え、まだ5の1。え、もう1個6の1。え、高くない。新しいエリアへのルートを発見しました。さらに奥に進んでいきましょう。6の1の数字が高いんだけど、3400とかあるよ。今行ってたとこって、2400でしょ、2500、これはわかる。でも6の1で3400まで跳ね上がるんですけど、どういうこと。1000ぐらい違うじゃん。私まだ今1722なんですけど、これは強くしないとだね。今言ってた3のステージのジグザグ川クリアして、なんかもらったよね、鍋、技マスター、ギフト券10個、結束ストーン、これをねつけてたんですよ、結束ストーン。そしたら仲間みんなでなんか共有できる感じの技に変わりました。え、なになに、ベースキャンプ行ってみますか。鍋だったよね、何の鍋だったんだろう。おお、料理用のブロンズ鍋を入手しました。変更ボタンからブロンズ鍋に変更できます。必要材料個数が増えますが、レベル16以上のポケモンがやってきます。え、強いの食うってことですか。え、嬉しい。さらに同じポケモンでもブロンズ鍋では HP とアタックが高い強い個体のポケモンがやってきます。あ、強個体来るってことですね。いや、今4分の1でまだじゃん。これ終わったらブロンズ鍋やってみようと思います。で、今の堂々を置いて、なんかすごいな、シャワーズそこにあるけど、まあいいか、かわいいから。ということで、たまたま遊びに来てくれたから一緒に一応行ってみただけなんですけど、一番強いかもしれなかったね。あれ、なんかさ、ポニータたまたまのこといじめてる、なんかつついてない、これそんなことない、動きがさ、食べに行ってる。え、卵食べに行ってる、大丈夫。いや、これはじゃれついてるだけだと思います、多分。またね、進めていこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!